皆さんこんにちは、こんばんは。おトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です。イエーイ。ちょっとね、すごい元気なんですけれども、寒いですね。今日はね、東京はね、雨で雷が鳴っております。そして、ね、寒いのでちょっとね、ちょっと前回、前々回かな、プロモで一緒に企画で、ね、ご一緒させていただいたらモードさんのね、ストールをねちょっとね引っ掛けております。これね、私楽天ルームに入れてますのでね、ちょっとね宣伝みたいで申し訳ないですけど、すっごいね良かったから思わず、寒いし、ちょっとね巻いております。可愛いピンク色でね、顔色がねすごくね良くなるでしょ、ね。これはですね、カシミヤ 70% とシルク 30% でね、今の三寒四温の季節にこれ1枚パッとね、あるとすごい便利ですね。すごい良かったんでね、ちょっとハイテンションになって言っておりますね。そんなですね、東京なんですけれども、今日はですね、なんとユニクロさんが値下げしてくれました。まあね、新価格、税込み価格はもちろんなんですけれども、あのスリムストレートハイライズジーンズっていうのがね、安くなりましたので、そちらをですね、私は今日は履いていきたいと思いますね。コマーシャルなんかでもね、綾瀬はるかさんがねもう素敵にまっすぐなもう長い足でね履いてますよね。ちょっとね、それと同じような格好してみたりとかね、してね、ちょっと皆さんにねどんなジーンズかっていうので、お知らせしていきたいと思いますので、もしよろしければ最後までご覧ください。はい、ということでね、ちょっとストールを外してね、お届けいたしますけれども、ですね、ちょっとね今ね、私久しぶりにクローゼットの前で録画してるんですけれどもね、これね、インスタグラムではねお知らせしたんですけれども、 IGTV に上げてますので、ダイソーでね、この突っ張り棒とかワイヤーネットを、ね、使って、これね、すっきりといろんな収納をするっていう、ね、工夫をね、やって、IGTV に上げてますので、ぜひぜひね、インスタグラムの方も、はい、おトマトさんの方なんですけれども、そちらもね、フォローしていただければ、こんなことやったり日常生活のことがね、いろいろ見ていただけますので、YouTube の動画の、コーディネート以外にもそういった普段のね、私の生活なんかもポン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 上げてますので、ぜひ、フォローしてみてくださいね。はい、そしてですね、今回は、スリムストレートハイライズジーンズ、こちらの、まあ、サイズ感ね、見ていただきまして、そしてその後に、まあ、ちょっとね簡単なコーディネートをねポンポコポンポポーンってね、見せていきたいと思いますので、ね、もしよろしかったらば最後までぜひぜひ見てください。そしてですね、今回はカジュアルな、ジーンズのコーディネートってなりますけれども、次回ですね、また次回が私ね、ものすごくね、自分でも楽しみにしてるんですけれども、すごくフェミニンな装いね、今度はフェミニンな装いを、次回、お届けしたいと思っておりますので、それもね、合わせて楽しみにしながら今回のも見て、次回の動画もぜひ見ていただきたいと思います。では今日のですね、ユニクロさんの素晴らしいジーンズちょっとね履いてみますので、見てみましょう。では行ってみましょう。はい、まずはサイズ感を見ていただきます。私は27インチを履いておりますね。これが今の私のありのままの姿見せるのよっていう状態でございます。これね、長さを切らなかったんですね。横から見たらこんな感じ、後ろから見たらこんな感じ、ちょうど太ももとかもね、苦しくない、そしてヒップも苦しくない、そしてね、まあこれストレッチ効いてるのかな全然ねしんどくない状態ですので、まあ27インチ裾上げをしてない状態でこの状態なんですね。ストレートなんですよねこれね。なので、まあ下が細くそんなに極端にはなってないっていうことから、ちょっとね短足に見えるのを防ぐために長めにしています。それがですね、ちょうどこのジーンズが足長に見えるポイントでもあるのかなってね、足が長く見える、このジーンズの良さがね楽しめるんじゃないかなって思ってます。はい、次はですね、ちょっとねフェリシモさんで買った
た4290円のコンブレジャケットっていうね、カットソー素材のね、コンブレをね上に羽織ってみました。こんな感じでね。でね、なんでちょっとこれ着てみたかと申しますと、私はね、あの腰、太ももが一番太いところですので、それをねこうコンブレとかこういうものでねパッと隠すと、あの見えてる部分の足がまっすぐにね長く見えるんですよね。だから丈を長めにしておくと、で見えてる部分がスラッとこうまっすぐね、長く見えるっていうね。はい、続きまして、プチプラでも高見え、ゴージャスに見えるアレンジ。胸をですね開けて、やはりアクセサリーをする。そしてベルトをですね、ちょっとこうフラット系ですので、こういったね雑材ベルト、これは GU さんのものなんですけれども、こういうベルトをしてね、もうアクセサリーをして、ちょっとねせっかく長めのジーンズにしましたので、ヒールを履いてね、ちょっと大人っぽい、ね、大人っぽい雰囲気にこういう風にねちょっとアレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、胸元を開けてね、こういう風なねネックレスの重ね付けなんかしても素敵なんじゃないかなって思います。続きましてはですね、綾瀬はるかさんの装いをちょっと真似してみましたね。カートをしてる、ちょうどね向きが反対になってしまいましたけれども、ちょっとね私だったらば、まあ、運動会の大玉転がしみたいになっちゃってねもう綾瀬はるかかなたって感じなんですけれども、ちょっとダメですね。まあこのねシャツを脱いだ時の T シャツとジーンズだけっていうのもね、これ絶対ねもうちょっと無理なんですよね。アクセサリーをね、しても、まあこれだけじゃちょっと無理かなっていうところでね、まあ上にサファリジャケット、まあ、最近買った、セールで買ったものなんですけどもね、こういうものをねやっぱり羽織りたいですね。 T シャツとジーンズだけで OK なのは若い時だけですね。羽織り物もあのちょっとねあると T シャツでも大丈夫かなと思います。で襟をねカジュアルですから立てて、アクセサリーをして、ちょっとね大人らしくあの装った方がやっぱりこのねカジュアルっていうのはいいのかなっていうふうに思ってます。ですからね、あのジーンズっていうのにはすごくねフェミニンなブラウスとかをどんどん合わせたらいいと思うんですね。フェミニンなもののカジュアルダウンにジーンズを使うっていう形ですね。そうするとちょうどねバランスが取れるっていうね、大人の装いにもいいと思います。でこれはザラのですね、毎年ちょっと見かけるんですけれどもね、袖がシアな感じでプリーツになったあのブラウスですね、それを合わせています。続きましてもザラなんですね。ザラのあのフェミニンな緑の、ブラウス、これもね袖だけがシアになってて、中がね T シャツ素材なんですけれども、上にシアの素材があのねちょっとこう、飾りでカバーされてるっていう感じです。まあ、こういうものにね、ジーンズを合わせるっていうのもいいと思います。で首元はですね、最近買ったザラのネックレス、2つ別々のネックレスがセットになってて2590円、これねいいところはちょっと両方とも本当の意思かなっていうところです。はい、最後はですね、ヒョウ柄のこれ H&M の T シャツだったと思いますけど、 T シャツというかカットソーですねに、ユニクロのジャケットを羽織っています。まあ、大人ならですね、まあ、こんなのでも OK なんですよね。若い子はちょっとこういう格好逆にできないかもしれませんよね。まあ、ジャケットを脱いだらね、まあ、ヒョウ柄全面になるので、ちょっとねなかなかあの勇気がいるかもしれません。これ首元がねまたアシメトリーになっててね、少し色っぽい感じのねデザインになってるんですよね。まあでもこんなのも大人だったら許されるかなと思います。はい、いかがでしたかね。あの今回のねこのジーンズっていうのはね、割とねこう足長に見えるんじゃないかな、細く見えるんじゃないかなと思います。私下半身重心 の、 あの、ウェブ大会なんですけれども、それでもねなんかちょっとねスマートになったようなね、気持ちになってしまいましたね。ですからまあ、 あのカジュアルな装いはもちろんいいんですけれども、我々の、年代になりますとね、やっぱりそこにちょっとフェミニンな要素を付け加えたりね、していった方がジーンズっていうのに
ね、もっと、親しみやすくなっていくのかなっていうような、感じに、私の体型とか私の雰囲気ではね、そういうふうに思っております。私のチャンネルではこのようにファッションに関してコーディネートを中心に、皆さんにお届けしています。もし気に入っていただけましたらば、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてインスタグラムね、ぜひフォローしてください。こういったね、クローゼットの片付けなんかもね、ちょっと IGTV に上げたりもしていますので、ぜひ参考になさってください。はい、それではですね、今日の動画はこれでおしまいです。ちょっとねカジュアル路線続きますので、次回は、なんとですね、私たちの年代にふさわしいフェミニンの装いのご提案ということでね、動画を作る予定でございますので、ぜひぜひ、次も楽しみにしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではね、またね、バイバイ。